日本で働くことっていうシリーズを2つのビデオに分かれて始めたいと思います。今日のビデオなんですけれども、日本とフランスの違いについて話します。例えば職場の環境とか同僚の交流とか、そういうことについて話したいんですね。で、次のビデオなんですけれども、日本で面接を受けるときに特別なルールがありますね。で、ジュアンもそれを知らなくて友達に教えてもらいましたので、次のビデオで特別なゲストを紹介してそれをみんなに教えたいと思います。だからそういうビデオを見逃さないようにぜひ登録してください。それでは早速始めましょう。カリブ海キュラ北ウトークだ。あいよ皆さん、ジュアン君です。このチャンネルでインタビュー、言語を知ること、そしてブログもやってますので、興味がある方ぜひ登録してください。今日のゲストはカホです。カホ、知らない人へご紹介してもらっていいですか？はい、こんにちは皆さん、カホです。私は純日本人です。そしてですね、ジュアンさんとは実はハロートークから知り合います。私は近くで英語ができる人を探してて、ジョアンさんも日本語を学んでいるということで出会いました。それで私も YouTuber です。私の YouTube のチャンネルはオハドンジャパニーズライフです。今日はよろしくお願いします。みんなぜひカホンのチャンネルもチェックしてください。簡単です。まず求人サイトがあるんですけど、一番おすすめは Indeed です。 Indeed は一番求人が多く載っています。私的な個人のティープとしては、ジモティっていう地域コミュニティのサイト、例えば私が YouTube をしてます、 YouTube の編集してくれる人を探してますってなった時に掲示板みたいになってるので、求人してますって募集をネットからかけるとみんな見てくれるので、すごい小さい会社とかでも募集してるとこも多いと思うので私はおすすめします。その後は日本では履歴書を書かなければなりません。で、この履歴書っていうのは今コンビニでも100均でもスーパーでも買えるので、絶対に履歴書、あと写真ですね、これを出すのは絶対必要です。海外ではまあ写真を使わなくてもいいだけど、日本ではそんなに重要なの？これが規定なので、これがなかったら多分ヤバい人と思われますよ。そっか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 。で、直接に例えば興味ある会社に行ったら、そして応募して、それはそれしても大丈夫かな？たまにいます。そんなに稀には見ないんですけど、たまにいます。ただその方がやる気はあるなと思われるので、私はいいかなと思います。なるほど、はい、フランスでは同じようにインディーというウェブサイトがあって、で、例えばパリスの中で働きたかったら、はい、どこら辺で働きたい、そしてどんなタイプな仕事をやりたい、それをすべてクリックして応募して、うん、で、日本と同じように履歴書、そして Letter of Motivation、 Lettre de Motivation、 なんかなんでそういう仕事をしたい、うん、それを書かないといけないね、うん、それがうまくようにいったら、あとは面接、それもできたら採用される。日本よりちょっと難しい。多分日本と同じぐらい難しいかな。日本は労働時間が多い国で有名ですね。4人に1人が労働時間が長い、労働時間が多いと言われています。私は今ある会社で働いていかせていただいてるんですけど、ちゃんと8時間で収まっています。私の友達、ちょっと芸能関係なんですけど、朝の5時電車の始発に出て帰り終電、たまに会社で寝るって言ってました。ねえ、で、そういう友達はなんか家族ない？いない？いますよ、家族で暮らしてます。で、いるのに仕事で寝てる？はい、会社で寝てます。ありえない、これフランスでありえないですよね。ね、他の私の知り合いもやっぱ朝の9時から夜中の12時とか、まあ、そういうのも全然ありえるので、やっぱ日本ってすごい残業が多い国だなと思います。ただ日本も最近そういう過労死とか残業が多すぎるっていう社会問題になっているので、なんで働き方改革っていうことで、今はその働き方をもっとより良くするための見直しがされています。なので企業によってはその5時6時になったらもう電気全部消すっていう会社も増えて、それでもみんなを帰らせるっていう活動もしている企業さんも多いです。フランスの場合は時間の概念が違うかもしれません。仕事を始めるときにですね、5分とか10分ぐらいの休憩をする人もいます。みんな全員そうじゃないんですけれども、まあそういう人います。で、終わりの時に一番面白いですけれども、終わる時にみんな時間通りに
帰ります。日本では上司はまだ帰っていなかったらみんな帰れない場合ありますね。でもフランスではありえないです。絶対帰ります。もし仕事が18時に終わったら18時に終わります。18時に帰ります。管理のところで15分前に仕事を終わる人もいます。だからフランス人を怒らないようにその人の仕事がほとんどそろそろ終わったら絶対みんな相談しないでくださいね。あの人帰りたいかもしれませんね。仕事は生きるための方法です。全ての人生ではないんですから、死ぬほど仕事は大事と思われてないんです。で、仕事より家族の方が大事ですから、仕事が終わったら家に帰ります。友達に会います。個人的な私の場合で言っちゃうと、私は基本仕事の人とは関わりはないです。おそらく、日本人はあんまりないと思います。ただ同期、一緒にの時期に入った人とかは、やっぱり一緒の時期に入って辛い思いとか達成したこととか一緒に分かち合えることも多いので、そういう面ではプライベートで遊んだりすると思うんですけど、基本上下関係があるので、その上で上司と遊ぶとか、プライベートで食事に行くっていうのは、厳しいですね。フランスはどうですか？フランスではそういう職場の関係は簡単にさせてる。例えば上司に対して敬語を使わなくてもいいということは多い。だからみんなは簡単に話してる、簡単に交流してる。で、同僚より人間として見られると思うんだから、その同僚と飲みに行くとか遊びに行くとかそういう場合ありえる。でも仕事にこだわってる人もいるから、まあ人によってけどそんなに厳しくない。だから恋人そうなんか仕事で、ああ職場恋愛という可能性もある。あーでも日本もありますよ、職場恋愛。で、その時みんな隠す？はい、隠しますでしょ。やっぱ日本はなんだ、上司に気に入られたいとかっていう気持ちも強いので、上司に気に入られるような行動をする。辞めるときは同僚はあんまりいい顔はしないです。なんで辞めるって言った後のこの1ヶ月間ですっごい気まずくないですか？それも嫌で、そうですね、退職代行を頼む人もいると思います。なので次の日辞めたいってなっちゃうかもしれないです。私も実際そうでしたので、気まずい、あんまりいいイメージはないと思います。フランスではもちろん女子に知らせるね。1ヶ月前に手紙みたいな紙を書いて辞めるって知らせて、で、その1ヶ月の後で普通に辞めれる。女子に関係はない、なんかボスは OK とか OK じゃないに気にせずに辞める。多分気にしてる人いるんだけど、大体みんなは次どこに行く？次何する？という質問を聞いて、けど自分の会社じゃないんだから、まあ辞めたかったら辞めてみたいな感じでみんな全然大丈夫と思う。問題はない。この動画は面白かったと思ったら、いいねを押してください。そして、もっとインタビューを見たかったら、ぜひぜひこのチャンネルに登録してください。あ、ビエント！あ、ビエント！